駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。さあ、頑張りましょう。ただいまより投票受付を開始します。時間を、そして空間を超えて、歴史に名を刻んだ勇春が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ。さあ、いよいよスタートです。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭。なかなかスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは、12番、オルコックアラビアンが上がってまいりました。エクリプス。6番、スコフィールド。今日も勝利をつかむか、カタノプリンセスと岡部騎手。ここから712メートルのファーイーストトンネル、外から1頭ロドルフィンバルム、それからヘロド、そしてその後ろからマッジェム、それからダーレーアラビアン。海底神殿を右手に見ながら12頭が駆け抜けていきます。これが1番人気の5番ダンゴダンゴダンゴ、8番マイアリーターク、外から行こうというところ、そしてそのうちに4番有機栽培バナナ、それから足毛の馬体ラムセスバーモント。先頭の方はどうなっているか。これが先頭、オルコックアラビアンであります。海の世界に別れを告げて地上の世界へと戻ってまいります。この辺りちょっと離れている1番エクリプス、そして3番手にスコフィールド、9番クリゲの馬体カタノプリンセスであります。その外10番ロドルフィンバルム。さあ、この直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。先頭行くピンクの帽子はオルコックアラビアン、内からはスコフィールドが来ている。カタノプリンセス懸命に追う。先頭デッドとオルコックアラビアン、内を通ってスコフィールド、2番手にスコフィールド、捉えるかスコフィールド、外から有機栽培バナナ、有機栽培バナナがかわした。団子団子団子が3番手、内を通ってバッテム、内か中か外か、3頭の争いになった。よく頑張りましたね。1着、4番、2着。レースを終えた馬が戻ってきました。
そろそろ休憩しませんか？やりました！